はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、皆さん今私が持っている武器、これなんだかわかりますか？めちゃくちゃ長いですよね、これ SVDS かってね思った方、違うんですよ。これ実はね AKM なんですよね。さあシーズン3で強化される武器のうちの一つにね AKM があります。皆さんこれ見てください、めっちゃかっこいいやつ。いやシーズン3でですね、まさかの AKM 強化ってことで、このストックがですね2種類ね、追加されます。 AKM、 はい、今回ねこちらの BSTK っていうねストックをつけているんですけれども、これがまたかっこいいんですよ。しかもこのストックですね、なんとね折りたたむことができるんで、まあ、ワンチャン AKM でしばいてね、まあ、折りたたんで持ち帰るみたいなこともできたりするわけですから、まあ、相当ね、まあ、使い勝手良くなるんじゃないかなって感じで、まあ、正直ですねこのねアダプターつけて、赤のストックつけて、カービンつけるのがね、まあ、一番ですね反動が、まあ、抑えられる形にはなるんですけれども、いやただねあれをつけるとまあ折りたたむことができないんで、まあ、正直まあ若干邪魔かなと。まあでもシーズン3保険システムも来るからな、まあどっかにね隠すっていうのもまあありよりのありなのかもしれないんですが、まあ、ただですね、まあ、柔軟に対応できるようになるってことはまあいいことなんじゃないでしょうか。まあ、しかもね見た目がめちゃめちゃかっこいいんで、まあ、これはねAKM をね嫁に迎えるって人も、まあ、出てくるのかもしれません。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、黒統一の、まあ、かっこいい AKM なんですが、もう基本ステータスとかね、結構高めなんで、またね、まあ、本サーバーに来た時に、まあ、紹介していこうと思うんですが、まあ、結構僕ね見た目好みで100点満点中7点。はい、ということでね、帰ってまいりました。ただいまってことで、いやただいまって言えるのってさすごい幸せなことじゃない？だってさ一人暮らししてたらさただいまなんて言わないじゃないですか。僕もね一人暮らしの経験結構あるんですけど、いやあれ寂しいよね本当に。なんか一人暮らししてるとさなんか無言になっちゃうじゃないですかね。いただきますとかごちそうさまでしたもさなんか言わなくなったりね、おやすみもさおはようもね言わなくなるっていう、やっぱ人ってさ人との関わりがないとどんどんさなんか言葉をね、コミュニケーションをなんか取る相手がいないと取らなくなりますから、なんかどんどんさなんかコミュニケーション能力がね落ちていって、もう相手の気持ちなんてわからなくなりますよね。怖いよね。うん、僕もさなんか最近ね全然人と関わりがないのでコラボとかもしませんから、マジでねどんどん人間の気持ちがわからなくなっていって、なんか怪物になりそうってことで、本日はねこちらの AKM を使って敵をしばいていこうと思うんですが、今回ね作ってきた AKM はこんな感じ、まあ、黒統一 AKM とでも言いましょうか。まあ、ちょっと注目していただきたいところがですね、この AKVSS ちゃんをね、つけることによって、これねマガジンじゃなくてこれなんて言うんですか、サイトですね、スコープの部分が前寄りになるんですよ。そうすることによってですね、まあ、どういう効果があるかっていうと、視界をね妨げない効果があるんですよ。これすなわち結構ね索敵力がまあ上がるので、まあレッドロットとかじゃなくてもまあいいのかもしんないんだけど、まあ、今回、レッドロットで使っていきます。はい、基本ステータスかなりこだわりました。垂直75の水平82、エルゴ50、精度36、腰ダメ射撃80の有効射程90ってことでね、まあ6個中3個がねもうぴったりなんですよ、ゼロで。これかなりこだわりポイント。はい、まあ本当だったらねこのタクティカルパーツの部分を、まあ黒のね IR とかにしたかったんですけど、このムルがですねまあマイナス3プラス7でちょうどねぴったんこしてくれるんで、まあちょっと白いんですけど、まあここは致し方なしってことで、はい、まあ数値を優先してしまった。見た目を統一するか数値を統一するかで僕は数値を選んでしまいました。やっぱりちょっとここ A 型要素ですよね。はい、まあ、あとはこんな感じで作ってきたんですけど、まだまだね、この AKM っていう武器はリコイル制御ね高めることができるんですけど、まあ、今回ね、黒統一に、まあ、ムルをねぶち込んで、まあ、使っていこうかなって感じでやっていきましょうか。はい、まあ、あとはこのね AKVS、まあ、これがどんな味を出してくれるのか、まあ、相当いいスパイスになればね嬉しいんですが、まあ、とりあえずね農場封鎖やっていこうと思います。レッツゴーということでですね、早速射撃場にやってまいりました。まずはねノンリコイルで撃っていきましょうか。皆さん見てください、これいつもと違うでしょ、このレッドロットの位置が。そうなんですよ、こうすることによってかなり見やすいんですよね。
視界を遮らないっていう、ほら、ほとんどね、見えるじゃないですか、周りが。これがまあ強いんですよ、AKVS の力。ということで、まずはね、撃っていきましょう。リコイルコントロールなしバージョン。はい。まあ、こんな感じで上に上がっていきます。上に参ります。しかし、天井には参りません。はい。で、リコイルコントロールするとこんな感じ。扱いやすい。いやー、ただね、独特なんですよね、これ。わかりますか？ちょっとね、水平リコイルの方がね、まあ、高いんですけど、まあ、それにしてもちょっとね、横にブレてしまう感はあるんですが、まあ、全然やれるでしょう。はい。これは強いよ。で、BP 弾だからね、まあ、5装備に対しても強いっていう、まあ、特性がありますんで、まあ、5層相手でもいいし、まあ、ないし4層だったらもこんな感じで、速攻解けるんで、はい。まあ、レートが遅いっていうね、コメントは一切受け付けません。レート見てみようか、一応。ちょっとレート見ますね。レートは 600rpm ってことで、まあ、スカーと同じなんですが、まあ、スカーより弾が強いんでね、うん。まあ、全然扱いこなしてあげれるかなって感じ、はい。あー、レートが遅いからって使わないっていうのはね、もったいないんですよ。ほら、この AKVS のさ、この AK がかなりいい感じ。ほら、見てください。やっぱだいぶ先端の方にね、レッドロットがついてることによって、非常に見やすいですね。うん、まあ、やりにくいといえばやりにくい。いつもの感じじゃないからな、ちょっと。ちょっとまあ見づらさあるんですけど、まあ、これはこれでありでしょ、全然。で、やっぱりさ、こうやってね、使われない武器のね、強化が来てくれるのは相当嬉しいんですが、まあ、僕ね、ウンピーのね、強化をまあ真っ先に期待して、真っ先にね、ガンスミスしてみたんですよ。何の変更点もありませんでした。じいじ。ウンピーはいつになったら救われるんでしょうか。僕はね、ウンピーを救いたいんですが、ウンピーはね、運営からもう忘れ去られているようです。悲しいですね。はい、ということでですね、秒速14cmでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今回ね、農場の封鎖区にやってきているわけですが、まあ、真っ昼間からね、こんな農場でさ、時間潰しているバカタレどもにね、僕はね、救いの手を差し伸べにやってきました。はい。ここで相手を全ロスさせることによって、僕たちはなんて時間の無駄を過ごしていたんだということに気づかせてあげる。まあ、これ一種の真心ですよね。真心を君になんですよ。ああ、マジか。ここで湧いたか。最悪だな、これ、本当に。右側で湧いたらちょっとだいぶだるいですよね、これね。いや、どうしましょうか。まずは鎮痛剤パクパクタイムと参りましょう。はい。いや、ちょっとこっち、総化が怖いよ、これマジで。まあ、そこのさ、敵見つけたって言ったいっとこ。まあ、見つけてないんですけれども。あ、あいつ何？あいつ普通に人じゃないの？あれ人じゃん？あ、いるじゃん、普通に。はい、しばきまーす。はい、一発当てた。でも、後方のやつに当てていきたい。一発当て。くっそ。ちょ、マジかよ。今、いたのに。おい、しばこうぜ、あれ。ちょ、マジで最悪。いつもの感じじゃないからさ、逃しちゃった敵を。おい、4番さんどこ行ってんねん。ちょ、待て。あいつ、しばこうぜ。絶対こっちに近寄らせるな、マジで。奴らをしばいてこそでしょうよ、みんな。あいつ何？は？あいつ普通にスカブだよな。なんで君はさ、そんなところにいるの？ちょ、怖いんだけど、普通に。ちょ、どうしよっかな。どうせ別荘入ってんだよな、これ。やるか。行くか、これ。行くしかないわな。やっちゃいます！はい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 。いますね。当たり前に。まあ、別荘2機がいるってことなんですが、まあ、とりあえず、まあ、ガン詰めしましょうか。邪魔なんで。邪魔な奴らにはとりあえずこのね、グレネードをほかっておきましょう。あ、いい、完璧。これ入ったかもしんない。グレが。刺さったかもな。ちょ、マジでさ、ここのさ、やつに突撃しようぜ、みんな。あ、まずい。なんか知んないけど、ヘルメットじゃなくてバイザー脱いでしまった。危ない。とりあえずどうしようかな。ここでさ、いや、まあ、いっか。行くか。まあ、普通に行きましょう、これ。普通に行くのが一番丸いわ。この感じは。ちょ、ここにさ、隠れてないかだけが怖いですけどね。エツエク！あんま乗せられないようにしようか。これ、野良のね、熱にね、せかされてしまってはよくありませんので、ここ冷静に行きましょう。絶対持ってるんで、これ、確実に。これさ、ワンチャンこっちからこれもありだよな。はい、火炎瓶食らっときな。ちょ、ここ火炎瓶もしっかりとやりましょうか。グググーとか言って。大丈夫か。グーグー言うとりますが。大丈夫ですか、本当に。さあ、ちょっとさ、家中怖いんですが、まあ、入ってしまえばこっちのもんよ、ということでね、ぎゃっつり攻めていきましょうか。いないか？あ、ごめんなさい。見逃してしまいました。わらとか言って何笑ってんねん。え、待って。え、こん中いないの？もしかして。いないかもしんないのか、これ。ああ、こっち、いや、でも入ってるよね。え、もう消えたんか。早くね、アサンの早すぎゲーミングなんですが。マジかよ。いないじゃん、普通に。おいおいおい、早えわ。
マジか、やるかしゃんけん。じゃあオフィス用の引き出し、あけあけゲーミング、さあ来い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 、来たアルバム。まずはアルバムをがっつり今もらっておきましょうか。で ASMR のお時間もかましておきましょう。彼らは行ってしまった、 He is gone ってことで、まあ、They かな、うん、彼らだから They was gone、 They were gone かもしんない。英語って難しいですよね。主語が変わったらね、動詞が変わってしまうっていう。でも日本語もだいぶむずいよね。だってさ、なんかいろんなさ主語があるじゃないですか。まあ、それが相当めんどくさいんだろうな。ゴールドサングラスめちゃめちゃ欲しい。で住み込みエリアってのはどこですか。まあ、よくわからないんで、まあ、一旦無視。いやどうする、なんかこんなところで作戦会議してる場合じゃねえんだわ。みんな行くぞ。ここにいるかもしれない旅行。おー待て待て待て、目つぶしするね、目つぶし。あごめんごめんごめん、僕が目つぶししちゃったのか。すまんすまんすまん、すまんかったすまんかった。おやめろやめろやめろ、ごめん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 、間違えた間違えた、間違い間違い、もう間違いは許してください。こんなところでさちまちまやってても意味ねえからな。いやーただ怖いですよね、こっち側行くの。だいぶ怖さある。あいるか、いるかもしんない。いや違う、それはスカブか。じゃあこっち側ですよね、注意すべきは。いやーちょっとここでさレーザー切っておこうか。まあライトおよびレーザーをこれつけてるとだいぶまずい、怖いんで。で鎮痛剤の効果が切れてしまいましたから、まあとりあえずここで鎮痛剤パクパクタイム。いやモーテルに行きたいんだけどな、全然モーテル行けないんだよな本当に。めとくっさマジで、モーテルで鍵を開けたいだけなんですが僕は。まだ限定汎用機まだ使い込めてないので。あいつはスカブでしょ、じゃあスカブがいるってことはそこにはいませんよね。どこ行ったあいつら、怖いわ。あれは普通にだってスカブだもんな、全員スカブがまみれているんで一旦まあ無視でいいか。これはまあ味方に任せましょう。スカブはこれ全員スカブだもんね。あスカブだわ。後ろ後ろ後ろから来る、もしかして。え怖い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 、それいっちゃん怖い。後ろどうなってんのそれ、まずくねその後ろ。大丈夫かよ、あれは普通にスカブだもんな。僕たちの誰かが撃たれたってことか、うん、大丈夫そうか。まあいいや、ちょ怖いから味方とさ一緒にさ行こう。お行こうぜ行こうぜ。何をそんなところで弾乱してるんだ、まとまるな。塊魂か、俺たちが遊んでるのはメンタルブレイクアウトだぞ。メンタルブレイクしていくんだよ敵の。自分たちがメンタルブレイクしないように気をつけましょうね。いやマジで怖い。ちょいるかなモーテル、さすがにいるよな。序盤に接敵したやつらモーテル直進2機だったのか、わかんないけども行くしかないよねとりあえず。行きましょうさっさと。まあちょっとこの辺のクリアリングはですね、まあめんどくさいんでしません。はい、めんどくさいことはしません僕は。めんどくさいんで直感で詰めていく、これ直感直進ムーブって言いますね。まああんま良くないんですけど本当は。はロケーションマーキング2機いるかもなこれ。いや怖いなここ。あいるわ、確実にいるわ、確定した今。ちょまずい。いやいるよな、でもここさ車線ないでしょ。行くか、このまま行っちゃいましょうよ。ここ突っ込むぞ、アタック。さあアタックアタック、もう普通にアタック。さあゴー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 、ガンガン行こうガンガン行こう、ガンガン行けガンガン行け、貴様ら俺を先頭にするな、行け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 。もうチキン野郎どもが、貴様ら自分たちで先に行動できないんけ。マジで行ってほしいわ本当に、切実に切実な願いこれ本当に。さあいるかな、ここいるんじゃないワンちゃん。あ上か、上臭いかこれ。ちょ待って待って待って、いた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 、あーべべへうっそべ、ねえ何これ、ちょっと待ってよ俺何段にやられたの、もう嘘でしょ。いやバイザーゲーミングだわこれ多分、 7N31 段。もう、マジかよ。なんで負けるの？もうほら、バイザーでしょ？もう、ほらね。あ、SS190 か。もう、しょっぱい、ほんとに。もう、4バイザーって神バイザーだからさ。つまんないわ。もう、近距離の打ち合い、もうちょっと楽しませてくんないかな。もう、高級装備着ている意味、ナッシング。